太平洋战争呢是二战的两大主战场之一，在美军向广岛和长崎投掷了两颗原子弹之后，日本终于在1945年8月15号宣布无条件投降，结束3年零8个月的战争。这场战争呢，让数以万计的老百姓成为牺牲品，在日本当年也有无数孩童还在懵懂年龄就成了孤儿，承受着战争留给他们的惨痛教训。私と弟が先に逃げたので、あの両親たちが亡くなったということで、あの自分の心を責め続けることになっております。親のない悲しさ、辛さ、みんなその中で生きている、孤児はね生きてきたんだと思いますね。なぜたってもあの成人するまでは親は大事ですからね。虽然战后日本政府为退伍军人和他们的家属提供大约23,700令吉的抚恤金，但无辜被炮弹袭击的平民却一无所有，当中甚至有人不时遭受他人冷眼和歧视，靠着自己的毅力撑到现在。